児童相談所虐待対応ダイヤルです。多摩南児相の坂本です。新米児童福祉士が目にした子どもたちの姿、お家に帰りたくなければ帰らなくてもいいんだよ。しかし連れて帰りますよ。父親による暴力から子供の気持ちを考えてください。懲戒権乱用です。小さな命を救え。心の声を聞き逃すな。パパに叩かれたのは嘘です。全部自分でやりました。ごめんなさい。子供に寄り添う心すらない奴が子供の命を預かるな。映画189。どんなことがあっても必ず守れよ。ちょっとホットタイム。この番組はサラダコスモ、チコリ村、その他ご覧の各社の提供でお送りいたします。こんばんは。ちょっとホットタイムキャスターの小島なつえです。この番組は知らず知らず溜まってしまう心の疲れにちょっとでもホットな話題をご紹介して元気に過ごせますようにと願いを込めてお届けする番組です。本日のコメンテーターは直女さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。それでは健康あんじゃない体操のコーナーです。 VTR スタート。今週の技あり人のコーナーです。それでは直女さん、今日の技あり人のご紹介をお願いします。はい、今日ご紹介する方は、若き農業家
若いのかな、若いと思います。で、鹿下の特産品というのは何を思い浮かべますか。鹿下といったら私はトマトですね。トマト、そう、うん、そのトマト農家の、ね、方を取材してきましたけど、はい、小木曽農園の小木曽祐介さんという方なんですけども、うん、もしかしてお知り合いだったりしますか。はい、いっぱいトマト食べさせていただいてます。実験台にもされてるんですね。そうですね、どうですかみたいなね。そうですね、うん、そんなつながりもあるでしょうけど、おそらくどんな風に作ってみえて、どんな思いで作ってみえるかっていうのは多分ね、あまり知らないと思うので、はい、まあ、この VTR の中に思いっきり詰め込んできましたので見てください。楽しみです。はい、それでは VTR スタート。辞めたいなって思う時があって、まあ、自分で働いてその分を稼げるような仕事がしたいなって思った時に、まあ、農業って自分でもできるのかなって、たまたまあの農業フェアっていう、そういう農業の転職するようなイベントに行った時に、あのトマト農家っていう道を知って、それで興味を持って話を聞いたのが最初です。この辺もあんまり汚い、んでももうこうやって今赤くなってきてるのはもう取り頃ですね。出荷できる色ですね。青いやつはまたこれから順番にこれを取るとまた次の青いのものが赤くなってくるっていう感じですね。で順番に上に上のものが赤くなっていってっていう、これで、まあ、11月の中旬ぐらいまでですかね、はい。まあ、雪が降ったら雪が降る前に終わりになるんで、ビニールハウスが積もる、ビニールハウスに積もる前にビニールを下ろして終わりです。台風がなければ割とリスクも少なくていいんですけど、まあ、台風のやっぱ自然の脅威っていうのは本当に人が逆らえないのかなっていう感じはしてますね。脇芽を取ってますね。こうやって芽がいっぱい生えてくるんで、必要がない芽を取ります。トマトは正直そんなに好きじゃ苦手ですね。あのトマト始めるまではなかなか自分で食べなかったんですけど、まあ、やっぱ作り始めてから食べるようになりました。
は地が全体で5000本ぐらい。都内から30個、40個ぐらい。やっぱり農業っていうのが、まあ、若者が、まあ、馴染みがなかったりとか、まあ、都会に憧れるっていうのはもちろんあると思うので、まあ、そういう農業をしていく人が減っていってるんじゃないかなっていうのは思うので、まあ、そういった、まあ、農業の仕事の魅力だとか、まあ、若者に伝えて、まあ、仲間が増えるような取り組みとか、いいところ伝えられるような活動できたらいいなとは思います。やっぱり美容だとか、まあ、健康に関わるそういった成分だとか、例えば病気を防げるっていうような効果も あると思うので、なんかそういった病気とかに貢献できるような商品とか、なんかそういったものに関われるような仕事ができるといいなと思います。ここは空き家を再生して、空き家を活用して、作ったお店ですね。まあ、野菜とか、まあ、自分の野菜だとか、まあ、ここの近くの人たちが作った雑貨ですね。ハンドメイドの雑貨だとか、そういったものが売ってます。比べて、まあ、まだ4年目なのでまだ 4回しかやってないんですけど、
ちょっと悪かったかなっていう感じですね。まあ、天候もありますし、まあ、自分の時間の使い方もあるかなとは思いますけど、会社員時代はなんか次の仕事をしようって、まあ、転職を何回か してきたので、うん、まあ、そういうことが多かったんですけど、まあ、自分で始めてからは辞めようと思ったことはないですね。もちろん仕事なので大変なこととか辛いことも多いですけど、まあ、楽しいこともある、その分ある仕事だなと思います。トマトの後ろを見るとここに、まあ、星のように見えるマークがあるんですけど、まあ、それが見えるトマトが美味しいって言われてますね。これは柿ではなくてトマトです。味はそうですね、酸味としてはちょっと赤いトマトよりは酸味が少なくて甘さが目立つのかなっていう。江那市とか中津川市の、まあ、若手の農家を中心とした野菜企画っていうチームがをやっているんですけど、まあ、そこでその仲間たちと、マルシェの出店をしたりだとか、まあ、その市民の皆さんが参加できる農業体験のようなイベントをしたりだとかっていうことをしながら活動しています。これも？これもトマトです。これトマト？はい。これも黄色いトマトです。食べたことない。珍しい。なんていうのこれ？桃太郎ゴールド。ゴールドやで、金だよ、金。金運が上がる。これ味のね。そのままで、はい。Thank you.
やびっくりしました。そうです、うん、あれを食べさせられてたなんか彼のすごい思いとか、はい、そういうのがしっかりこの映像で伝わってて、うん、なんかすごくよりトマトが美味しく食べれそうです、ね、味変わっちゃいますよね、うん、でも本人はトマト農家になるまでは好きじゃなかったらしい、ね、びっくりしましたそんなものなのかな、トマトそんなに好きなのかって思う、ね、T シャツを着てたんですけど、これぞという時はあの T シャツらしいですあれ1日で撮ったやつじゃないですよ。あ、そうなんですか。何日かに分けてるんですけど、その度に同じあのトマトをね、うん、ちなみに1着しか持ってないって言ってました。じゃ本当に一生懸命洗って毎回来てっていうね、今日取材の日、取材の日っていうの、今日マルシェの日だって言ってね、やってるみたいな。 あの取材だけじゃないですもんね。そう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 、あのトマトを販売とか接する時にあの T シャツを着てるってことです、うん、で、まあ、VTR の中ではね、その時間の使い方がどうのみたいな話あったんですけど、うん、もうね、本当働きっぱなしっていう感じです。うん、朝から晩まで。そんなイメージですね。もう、うん、まあ僕はちょっと真似できないですけどそうですね、私もちょっと難しいなと思うぐらい、うん、でも農業の方のお仕事っていうのは、うん、やっぱああやって常にあれですよね。そうですよね、うん、で、まあトマト云々っていう話だけじゃなくて、うん、その農業全体のね、うん、まあ、これからのあり方を、まあ、模索している部分もあって、うん、やっぱりある程度その、まあ、年配のね、うん、農業やってる方との考え方との違いっていうのは確かに若干あると思うんですけど、うん、まあ、ただやっぱりこれからのね農業になっていく若者の考え方意見というのをね、うん、やっぱりすり合わせていい方向に、ね、目標とするところは同じなんで、そうですね、うん、あのその古いとか新しいとかっていうことじゃなくて、うん、農業全体がね盛り上がっていくといいかなっていうふうに思います。私も思います。はい、はい、以上わざわり人でした。秋の味覚栗きんとんを贅沢に練り込んだ栗きんとん生食パンが焼き上がりました。中津川インターすぐ横、岐阜中津川チコリ村。続いてはホットミュージックのコーナーです。今日ご紹介する曲はよろしくお願いします、はいはい、今日もこのね蓄音機を使って SP 版というね古いレコードをすごいおかけしていくんですけども、うん、日報の本、日報の本会社あ会社会社ね歌かと思って。これ現在のとこでしたっけ。コロンビアの前身の会社です。お、そこが今日おかけするのは何はい、タイトル、はい、チャメコの一日。チャメコの一日、はい、チャメコの一日。まあ、これ、まあ、同様と、まあ、されて分野分けするとねなんですけども、日本で初めてレコード化された同様だというふうに言われてるんですけども、まあ、これ大正時代のレコードです。これをねかけていくんですけど、はい、まあ言ったらちゃめこちゃんの一日、小学生かな。あ、小学生なんですね。まあちびまる子ちゃんみたいなイメージしてもらうといいのかなと思いますけども、うんうんうん、そのこの一日が歌われてる、これ両面なんですけど、うん、今日は A 面、うん、あ、そうなんですね。 A 面かけていきます。2つともちゃめこさんのその一日が午前と午後、あはちょっと小さいところですけどね、はい、上と下になってますけど、A 面 B 面じゃなくてね、うんうん、上の方ね。上の方ですね、わ、うん、かりました。だからまあおそらく朝から始まるんじゃないかなと思いますけども、はい、おかけしてきますけども、はい、映像はね、うん、どこぞの道の映像が流れます。うん、僕らがこう2人で車に乗りながらラジオから流れるチャメコの一日を聞きながら、はい、ドライブしているという、ね、はい、イメージ。あ、私たち、はいはいはい、でもどこの道かは皆さんに内緒ですので、あの道ですけど、ああす、ね、皆さんもねどこの道かを考えながらね、はい、レコード聞いていただけたらと思います。ぜひぜひ。お答えは最後にね、はい、ここに出ますので、道、このどこの道走ってるのってことをね想像しながら聞いてください。それではチャメコの一日おかけしていきます。
曲でしたけど、やっぱりノイズがちょっとね、うん、大正時代のものですので聞き取りづらいところもあったけど、だいたいもう目が覚めただけでも結構な時間つく、うん、費やしてます。朝だっていうね、もう。で、あれ何言っとうやろうっていううちに、うん、晩ご飯ですよ。あれ晩ご飯でした今の。晩ご飯。朝ご飯やと思っとった。晩ご飯ですよ。朝ご飯？え？ちょっと裏を気になる。気になります。ちょっとね、時計になってますけど。あ、そうですね。流す、OK ですかね。裏面も裏面聞きたいです。B面も行ってみましょうか。私は朝起きて朝の支度をして、うん、ご飯だよっていう風だと思ってたんですけど。あ、そうなんかな。じゃあそろそろ学校に行くのが B 面かな。そうか、もう一日終わってしまったなと思ったんですけど、朝ご飯かもしれないですね。あの前半後半であれば、うん、そうそう、いつまで寝てんのよ。早く起きなさい。ではじゃあ、はい、続いて聞いてみましょう。キメコの一日後半。まあ、キャメコさんは多くキメコじゃない、キャメコ。キャメコ。予選食べたのよ。まあ、朝からこんなに食べる人があるもんですか。それじゃあ、食事をしたら、あの格好を置いてなさい。荷物の格好もできていますか。
一日でしたね。一日でしたね。学校行ってましたね。行ってましたね。体操を褒められてましたね。しかも算術。はい。算術。何算術って？算数。算数、ね。算術何かと。算術。算術。うん、どんな術かと。本当ですね。なんかミュージカルみたいな感じで。うん、なんかね、映像がこう浮かぶし、ね、浮かんで。うん、なんか僕らが小さい頃に見てたなんかああいうアニメのね、うんうんうん、さっきちぐわる子ちゃんじゃないですけど、うん、なんかやっぱほんわかしたね。しました、ね、すごく。ちゃめこちゃん会いたくなりますよね。会いたいですね。ちゃめこちゃん。なんだったら自分がちゃめこちゃんになっちゃうかなみたいな感じ。ちゃめこにしたらいいじゃないですか。これからですか。ちゃめこです。ちゃめってね、そのまあいい意味でもあるし、うん、ちょっとこうなんていうのかな、ドジというかね、うんうん、そのまあ両方の意味があるんです。まあ可愛いは可愛いですね。じゃあぴったりかも。そうそう。ちゃって結構いろんなところで使う。ちゃ。茶化すとか。そう、あ、そうか。むちゃくちゃっていうこと。うん、とかね。うん、なんかその茶番劇とかね。なんかやっぱこういうなんていうかな、こう茶の席って、うん、まああの茶道のねお茶じゃなくて、この仲間同士でのお茶の時って結構こう気楽にめちゃくちゃなことを言ったり、うんうん、まあその辺から来てるみたいな感じのことは聞いたことはあるんですけど、あ、まあそういう気を許せる場っていうのかな、うん、そういうところからまあいろんな茶という言葉がある。使われてるみたい。お茶目の茶目で、お茶目。茶目、うん、茶目子。茶目子。加藤茶の茶。茶。うん。そう、そういうことです。はい。はい、茶目子の一日聞いていただきました。はい、まめで幸せ楽しい暮らし。ちょっとほっ。とタイム。秋の味覚、栗きんとんを贅沢に練り込んだ栗きんとん生食パンが焼き上がりました。中津川インターすぐ横、岐阜中津川チコリ村。ホットな一品のコーナーです。ジキさん、今日はご紹介する一品は何ですか。はい、今日持ってきましたよ。何ですか。当ててくださいね。何するものか。何するもの、はい、分かりました。これは もちろんあれですよね、卓球。そんなボケいらん。卓球、卓球。あ、できますね。できますね、はい。そのお好み焼きをキュッて返すやつ。あ、ヘラね。あ、ヘラ。ヘラありますよね、でもね、うん。でもちょっと角度がついてますね。うん、ひっくり返しにくいんじゃないですか。うん、いろんな形があるんですね。いろんな形が、うん、まあ半円と四角が主流ですけど。わかりました。せんべい。せんべいがバーってなってるのをシュッシュッて取ってピッてやるやつじゃないですか。それと一緒に使う別の道具も。スプーンと。スプーンと。これ。あ、じゃあ、あ、何ですっけ。ピンセット。ピンセット。ピンセット。カラメルを作るやつ。まあね、道具なんでどう使ってもらってもね、うん、使えるものがあればお好み焼きひっくり返してもらってもいいですけど、ヒントはお寺で使ってるやつです。まあ、この収録 の時はね、今日まだ彼岸中ですけどね、はい、まあ、放送の時は日が過ぎてると思うんですけど、うん、はい、まあお寺で使うか。でもなんか、あ、家でも使えますよ。え、家で？うん、家でも使える。もちろん。お骨を、お骨を引いて。ちょっと
違いますね。ちょっと違いますね。ちょ、わか、じゃあ、はい、僕ね、もう一つあるものを持ってくるんで、はい、それを見ればもう完全にわかるんですけど、はい、僕が車に取りに行ってる間に、一人でちょっとボケやっててください。ボケですか？はい、これを使って。これを使って。ボケか。これも…ボケ？ってやるとかボケですかね、これ。とか…考えたボケはできないんですよね。普段の皆さんと話してる時に勝手にボケちゃうことはあるんですけど、早く来ないかな、直樹さん。それは鏡です。あ、鏡？あ、違う。じゃあ本当に信じるので、はい、あ、こうやって、うん、あ、本来は、うん、こうやってお香を立てるわけではないですよね。うん、まあ要はこれわかりますか、これ。お香立て、うん、線香立てね。線香立て、うん、これをきれいにすると、灰ならしっていうんですけど。あ、そうなんですね。でもこれはこうね、うん、燃え残った線香をこうやってね取ります。でもたくさんある場合は、はい、あのふるいにかけてガーってやって燃えかすを取るんですけど、まあ、これたくさん線香立ててないんでこれで取って、で本当やったらこれでこのね線香の燃えかす、うん、これをこうやると取れるんです。わ、すごい。ちょっとやらせていただいていいですか？え、はい、そうなんだ。ほら。本当や。ね。優しいですね。うん、こんな繊細な取り方をするんですね。そうです。まあ今日の場合は、うん、ちょっとまあこれこのままね灰にしちゃいますけど、線香も燃えかすも。はい。一回こうやって崩すんです。うん、ちょっと気持ちよさそうですね。うん、ほいで。これで押さえていく。あ、これで。あ、やってみてください。あの、だから円になってるんですね。うん、そう。これは角ゴロって四角い用の。あ、じゃあ、あのお寺さんというかでは必ずこういう道具が、うん、そうあって、まあ本当やったらね、はい、一本立てるたびに。もうきれいにするのが本当ですけど、まあうちはまあある程度日にち何日かに1回だけこうやってきれいにするんですけど、そんな、まあ、こういうふうにやるんですけど、はい、これもねすごいそのなんて言うんでしょう、僕は一つの道やと思ってるんです。これを鳴らすきれいにするっていうのは、うん、であの例えば今みたいにねこうやって押さえるだけでも綺麗になるんですけど、うん、そうすると線香を刺した時に燃えかすが必ずできるんです、うん、詰まってると。あ、ほうほう。だから空気を含ますように押さえてあげると最後まで燃え切る。すごい。そう、そういう風にやってあげるといいんですけど、うん、押さえすぎちゃうと固くしちゃうと燃えかすが残る。そのふわふわしすぎると今度線香は立たないというね、その微妙なところでやっていくんですけど、ある程度このこういうね囲碁盤じゃないですけど、こう宇宙を表現するつもりでふんわりとやってあげる、あの球体になるようにね、そうするとやりやすいんですけど、最初こうやって周りを押さえていって、こういう感じで周りをまず作って、うん、で
体の中辺を整えていく。とっても繊細な感じですよね。美しい。まあ、ちょっと真ん中空いちゃいましたけど、うん、ちょっと時間がないんでね、まあ、こういう感じで綺麗にしておくという道具、道具あ、うん、っていう道具、道具、あ、これの話でしたそういえば見てください、鏡にもなる、あ、本当だというね、はい、こういう道具なんです。道具の名前は決まってるんですか。ハイナラシ、ハイナラシ、言いました、ハイナラシ。その功労によってね、サイズもいろいろあって、まあ一般家庭やとこれかこれぐらいかな、うんうんうん、で持ってる方も見えるかもしれないですけど、なんだ こうやってまああのお線香のまあ功労っていうのかなっていうのは、まあその亡き人にとっては、うん、食べ物のお皿のようなものですから、うん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 、やっぱりね、汚い皿に乗せてご飯が出てくるよりは、そうですね、綺麗なところに、ね、お線香立ってるっていうのが気持ちいいと思うので、そうです、はい、まあ皆さんがね仏教の方じゃないので、うん、まだそうでない方もあるのでですけど、まあ、一般的な教養として覚えておいてもらうというか、ね、うん、あ、でもすごい勉強になりました、うん、こうね、はい、そのやり方でその最後まで燃やすっていうのが、ね、うん、そんな頭もなかったので、はい、でね、もっと熟練してくると、うん、これ灰ならしをやってるだけでその日の天気が分かる、その湿度的な感じとか、そう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 、この固まり合い具合で、なるほど、天気でね、だいぶこう、うん、抑え方も変わってくるので、で、まあ、これは僕はそのさっきね一つの道だというのと言いましたけど、うん、これね街道、灰の道と書いてね、街道っていうのはないですけど、うん、華道とかね茶道とかと同じように、うんうん、この気持ちを落ち着けてこれを整えるっていうね、そういうのをやっていきたいなとちょっと思っているので、そこに意識を持っていくことが大事ってことですよね。いや、いい話だ。ということで、はい、鳴らしという。あ、そうだ、今日の一品ですもんね。はい、ご紹介しました。はい、ありがとうございました。はい、秋の味覚、栗きんとんを贅沢に練り込んだ栗きんとん生食パンが焼き上がりました。中津川インターすぐ横、岐阜中津川チコリ村。私は岩村に住んでいる、内面美容家の小島夏恵です。今その内面美容っていうのが、更年期以降の女性、人生後半に向けての女性が年齢だったりとかそういったもので諦めか
かけている女性に特に届けたいんですけど、あの女性としたその人生の楽しみっていうのを、いろんな美容術を加え伝えながら、いろいろやってます。で今はあのインスタライブで朝 の, あのルーティンの入門編っていうのがあるんですけど、なるべく朝そこをみんなでできるように配信しております。はい、はい、あの内面美容というとなんとなくイメージできるんですけど、はい、うん、具体的に言うとどういうことですか。内面美容具体的に言う と,、目に見えない、私たちが目に見える外側の美容ではなく、中の体のことだったりとか、そこを意識してどう自分がこうケアしていくかっていうことが、その内側の変化があの容姿になって現れるっていうふうに思ってるので、それが真の美容じゃないかなっていうのでお伝えしてます。例えば気持ちであるとか、うん、気持ちであるとか、その気持ちの面もあの私の中で体がいかに元気で健康的であることが心の元気だと思ってるので、そこの部分が私たちのこの40代以降っていうのは若い時とは違う意識の使い方をするのが大事だって思うので、特に体にどう意識を向けてそれをこうやっていくかっていうのもあの特にお伝えしてます。で、ね、以前あの活動の写真をね、うん、僕も見せてもらったんですけど、これは何をしてるの？これはですね、自然美容術のメンテナンスの一つで、サースルーといった、まあこうね、整え、人の体を整えていく一つの手法として、何も商材を使わず本当にこう全身をさすっていきながら、その人の体のその感覚だったりとか、そういったものをこう目覚めたりとか、細胞活性化していきながら、その自分自身の体のこのリズムというのを戻していくっていうのをやってます。受けた方の感想はどうですか？そう、受けた方の感想は本当にこんなに丁寧に自分をこう扱うっていうことの大事さに気づいたって言ってもらったりとか、あとはもう不調だったものがすごく調子が良くなったっていうものもありますし、あとは一番はあの自分自身も施術して思うのが、肌が本当に変わってくんです。なので何か物に頼らなくても、自分たちのその持っているその能力というか、体のその可能性がこんなに引き出されるんだなっていうのは思うぐらい、肌がすごく滑らかに密になっていくっていう、まあね、昔から手当てっていう、ね、うん、言葉はありますけど、うん、やっぱり何でしょうね、こう科学でどうとかっていう話ではないですけど、うん、はい、やっぱりこう人とねこう触れ合ってるっていうのはやっぱり気持ちでもね、すごく落ち着いたりしますよね。うん、そうですよね。サースル。サースルです。サースルのサースル。サースルからのサースルです。サースルをかっこよく言ってみました。はい。あとですね、これは？これは最近あの自然美容術の中でも、暮らしの中でいかに自分たちが体に意識を向けていくかっていうそのレッスンをさせてもらってるんです。でそれは、例えば呼吸法だったりとか、その何でしょう、体をこう動かしていくっていうので、体を目覚めさせていく、起こしていくっていう形で、まあ、本当に今現在体を大きく動かすっていうのが少なくなってきているので、特に年齢が重ねていくと、動きたいけど動けないとか、何か運動したいけどできないっていう人が多いと思うので、そこの部分を楽しく、よりその意識の部分も活性化しながら楽しくそこをやっていくっていうのをレッスンでやってます。そうすると例えば、まあ、今日ね、うん、この番組に見られた方で、まあ、やってほしいわっていう方がもしあったとしたら、はい、やっていただける、はい、やります、やりますっていうかあの施術の方とかも、まあ、インスタの方なんですけど、そちらに連絡していただいたりとか、フェイスブックで個人であるんですけど、そこにも連絡していただくっていう形になるんですけど、あとはレッスンの方は今3名以上集まっていただければ、どこでも全国、施術もそうですけど行かしていただいてますので、ぜひ気軽に読んでいただければなと思います。
だそうです。だそうです。はい。今日ね、番組の冒頭で健康あんじゃない体操ってね、そうですね、はい、まあ何か、ね、先ほどやっているというような話でしたけど、どんな 体操かな、体操ではない、そうですね、体操って呼吸法になるんですけど、森の呼吸と書いて深呼吸って言います。それは自分の中にあるイメージ、森の中っていうのは新鮮な空気が出ているので、それをイメージして自分のいらないものを吐き切って、新鮮なものを体の中に入れるっていうのをすることで、知らず知らずに溜まったストレスっていうものも毎日吐き出しながらリセットして朝をこう過ごすっていうことができるので、それを朝の配信でもしてるんですけど、うん、それ例えば座った状態とかでもできますか、うん、できる、まあ、うん、じゃあ皆さんと一緒にやりましょうか。僕もじゃあやってみます、はい、ではちょっと教えてください。はい、さっき言ったように森の中に自分の森が、森にいるイメージ、それは自分の心地いい、綺麗、森をイメージしていただければいいです。そこに 4,5 回に分けて吐き切って、もう本当に体の中からギュッと吐き切ってから、新鮮な空気を 4,5 回に分けて入れていきます。ではこれぐらいから始めて、息をまずイメージしてくださいね。森の中でイメージして、それを、吐き切っていきます。はい、では吐いて、で吸います。これを3回ぐらいやるんですけど、これをやりきると本当汗がちょっと出てきたりとかするんですが、それをちょっとこうね、朝とか気がついた時にしていただくっていう深呼吸になってます。いかがですか？まだ1回じゃん、1回じゃん3回やればよかったこれを配信してるわけですね。はい、そうです。こんな他の動きのもっと大きな動きを、簡単な動きなんですけど、配信ってだいたい5分以内に終わるような動きをやってますので、じゃあ一緒に毎朝それ見ながら一緒にやれば、はい、いいってことですね。そうですね、 NHK の体操終わってから、はい、はい、あ、なになにNHK の朝の体操終わってその前にやっていただくといいかもしれないです。はい、わかりました。はい、はい、僕もね、最近その犬をね、13年飼ってた犬を連絡して、でもうそんな気持ち的には割とすっきり してるんですけど、なんかね、神経痛出たりとか、なんかね、口の中に水泡ができたりとか、なんか知らず知らずのうちに溜まってしまう心の疲れみたいなのがね、この番組じゃないですけどね、はい、そういったのがもしかしたらちょっとずつ抜けるようなそうですね、イメージができました。良、はい、かったです。ぜひやってみてください。皆さんも、はい、ありがとうございます。ちょっとホットタイムご覧いただきありがとうございました。ちょっとだけホットな時間をお楽しみいただけましたか？今日のキャスターは小島夏恵がお届けしました。それではまたお会いしましょう。ヨガ開けた、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 あれね、ずっと流れてます。そうです、後半、まあ、もう一回聞きたいですけどね、また後で、はい、お願いします。ドライブしながらね、はい、それでは、はい、さよなら。ちょっとホットタイム。この番組はサラダコスモ、チコリ村、その他ご覧の各社の提供でお送りいたしました。この番組は一般社団法人エナ健康生活支援隊の YouTube 公式チャンネルでもご覧いただけます。それでは次週も日曜日夜8時はちょっとホットタイムをお楽しみに。
児童相談所虐待対応ダイヤルです。多摩南児童の坂本です。新米児童福祉士が目にした子どもたちの姿、お家に帰りたくなければ帰らなくてもいいんだよ。しかし連れて帰りますよ。父親による暴力から子供の気持ちを考えてください。懲戒権乱用です。小さな命を救え、心の声を聞き逃すな。パパに叩かれたのは嘘です。全部自分でやりました。ごめんなさい。子供に寄り添う心すらない奴が子供の命を預かるな。映画189。どんなことがあっても必ず守れよ。